皆さんこんにちは、根本整体の根本です。今日は腰痛に原因になっている仙腸関節という骨盤のお話です。で、仙骨とこれ寛骨という骨がありますが、ここの間をですね、周囲に靭帯でこうつながって強固に連結されているのが仙腸関節です。で、この上にですね、背骨、脊柱の骨があってですね、画像ではほとんどわからない程度のですね、3ミリから5ミリのわずかな動きがあると言われています。今こうちょっと動いてますね。ここの部分が仙腸関節で、これだけの動きがあると。日常生活の動きでですね、対応できるように、このわずか3ミリから5ミリの免震構造、ビルの免震構造のように、根元からですね、背骨を支えているこのクッションの役割をしています。中腰などでですね、不要な動作や、繰り返しの負荷でこの仙腸関節の方の不具合で、腰の方、もっと上のですね、腰のところに痛みが出ているということが分かっています。仙腸関節から来ているですね、腰痛というのはかなり多いのですが、産後にですね、この仙腸関節の障害も多いと思いますが、老若男女、多くの方がこの仙腸関節の不具合で腰痛になっています。仙腸関節はですね、わずかな動きしかないので、レントゲンや CT、MRI などの画像検査ではですね、仙腸関節の障害の診断はなかなか難しいと言われています。画像の検査上ですね、腰椎の病気、腰部脊椎間狭窄症とかですね、よく皆さんが知っているような腰椎椎間板ヘルニア、こういった症状になるのは、レントゲンや MRI だけでなくて、こういったわずか3ミリから5ミリの遊びですね。この遊びが原因で症状が上に来たりするということですね。ですから、このどれぐらいこの弾力があるかということを病院で見てもらうことはほとんどないと思いますが、仙腸関節の整体でですね、この動きを調整することで良くなっていると。症状としては仙腸関節炎といって、お尻、臀部ですね、あと鼠径部、股のところや、場合によっては座骨神経痛、足の方の痛みも生じてくると。痛みはですね、右か左かの場合もありますし、両方出る場合もあります。場所も変わってくるので、びっくりされてしまう方が多いと思います。こういったですね、なんで整形外科で腰痛レントゲン取ったりとか MRI 取っても原因がよくわからない、そういったお悩みの方はすごい多いと思いますが、実はこの仙腸関節自体からですね、見ていかないと根本的には改善しないと。今回の動画では、仙腸関節のどういったものかというお話をさせていただきました。 YouTube のチャンネル登録やLINE アットの方もご登録していただくと、定期的に情報配信をいたします。それでは最後まで動画をご覧いただいて本当にありがとうございました。